ケリー・ホームズは、イギリスの元陸上競技選手である。2004年アテネオリンピック女子800メートル及び1500メートルの金メダリストである。ホームズは、1976年モントリーウォールのタチアナ・カザンキナ、1996年アトランタのスベトラーナ・マステルコワに次いで、800メートルと1500メートルの両種目を制した3番目の女性アスリートである。また、 イギリスの女性で1大会2つの金メダルを獲得した初の選手であり、男子選手を含めて見ても1大会で2つの金メダルを獲得したのは1920年、アントワープ大会のアルバートヒル以来である。2005年に現役を引退した。2012年にデイリーメール誌で、アテネオリンピック出場の前、激しいプレッシャーから手首に自傷行為を繰り返し、 自殺まで考えたことがあったと告白した。ダメ、ケリー・ホルムズ、I used t o cut myself, and even so to o v e r s i g e because the pressure t o win was so great daily mail. ありがとうございます。